こんにちは僕は普段ですねえ東京で会社員をやっているんですけれども、実は僕にはですね裏の顔がありまして、それが何かというと、発明家という裏の顔なんですね、発明家というと、ですね皆さんなんか、ふふみたいな感じの反応されるんですよ、なんやそれみたいな、なぜ僕がこう発明家というふうに名乗っているかというと、ですねえ一つ、僕ずっと日課をやってるんですね、それが何かというと、 1>, 1日1つ発明すするっってていいいう日課をここ 2, 3年ぐらいずっと続けていますあの1日1つですねノートに今まで世の中にこれなかったやろっていうものをとりあえずこうバッと書いてみるっていうことをあのやってみているとで23年ぐらいずっと続けているので今大体いい400個ぐらい、まあ、もうすぐ500個かなぐらいの発明品がたまっています23年やってるのになんで400個なんだよって思われる方いると思うんですけどあの <laughs> <laughs> すいませんちょっとこうたまにねサボっちゃう時もあってでも絶対にこう続けるっていうのは忘れずにずっとやっています僕が今まで作った発明品を少しだけ紹介しますこれはですね空飛ぶ靴です何を言ってんだと思われると思いますが空飛ぶ靴なんです掃除機がですね壊れまして吸わなくなったんですよ それ掃除機じゃないじゃんと思ったんですけど掃除機の排気の部分をですね活用してなんか作れないかなみたいな話を友達としていてよしじゃあこれでなんか空飛んでみようぜみたいなことを考えてえ靴にですね排気のダクトをくっつけてそれによってこう地面から少しだけ浮くことができる靴っていうのを作りましたこれ実際にしっかり浮くんですよ 2mm ぐらい浮くんですけど <laughs> <laughs> まあそういうものを作ったりとか あとは皆さん、ペットボトルっておそらく使われたことありますよね、使ったことないって方、なかなかいないと思うんですけど、ペットボトルのキャップって、もしかしたら一番誰でも締められるネジなんじゃないかなっていうことを考えて、それで組み立てられる建築っていうのを考えてみたりだとか。あとは 文字でで伝えられることってすすごく少ないですよねメールを出したりする時に文字の間違えとかでひともんちゃあったりとかすることってよくあると思うんですけどなんか文字で伝えられることってもっと増やせないかっていうことを考えた時にこう僕がこう喋ってる声の波形とかを文字のアウトラインに入れ込んでみたらもしかしたら文字が喋ってるように見えてもっと今までよりも多くのことが伝わるんじゃないかっていう実験をやってみたり。 あとはこれ僕一番大好きな発明品なんですけど汗をかくと点を取れる T シャツっていうのを作ったんです <laughs> <laughs> これあの本当に大好きでもう満面の笑みですよねこの写真も汗をかくことってすごく気持ちいいことだと思うんですよでも汗をかいている人がいるとこうってなるじゃないですかそれってなんかちょっと不本意だなと思って僕とかすごい汗っかきなんですよ今もこう結構だらだら汗をかいてきてるんですけどあのそういう あの汗をかくっていうことをポジティブに捉え直せないかっていうことを考えてこういうものを作ってみたりしています僕が今までこういうふうにやってる活動っていうのはこう今まで世界になかったものを何かしら作ってみたいなそういうものってこう僕たちのことすごくワクワクさせてくれるよねだからなんか作ってみたいなっていうことだったりそして世界をその発明っていうのを通じて世界を少しいい方向へ新しい方向へ誘導できたら面白いなっていうふうに思っています おそらくこのテレックス神戸っていう場所にいらっしゃっている皆さんの中にもえ何かですねこう世界をちょっといい方向に進めてみたいって思っておそらく活動を何かやられてる人もいるでしょうし世界を少しいい方向に進めたいなと思ってるけども今一歩まだえ先に踏み出せないっていう方もいらっしゃると思いますなので今日はえ発明っていうのを通じて えー、ちょっとだけ世界を変える世界をちょっと新しくする一歩を踏み出す方法っていうのを今日はお話できたらいいかなと思っています発明するっていうとですね皆さんおそらくすっげえハードル高いなって思われると思うんですよえ何したらいいんだろうみたいな で僕も最初はそうだったんですで発明するって何か物を作らなきゃいけないのかなとか絵がうまくなきゃいけないのかなとか思ってたんですけど今までこういくつもたくさん発明品を考えていて気づいたことがあって発明するって物を作ったりとか絵を描いたりすることが本質じゃなくて実は発見するっていうことが本質なんじゃないかなっていうふうに思い始めました、えー、発見する何をっていうのはクエスチョンマークつまり疑問ですね 日々過ごしていていえ、なんでこれこうなんだろうとかなんであれってああなってるんだろうとかっていう疑問を持つことってきっと皆さんあると思うんですけどそういった日々の気づきっていうのが実は一番発明においてとっても大事なことなんじゃないかなと思い始めましたここでちょっと僕の発明ノートっていうのを紹介したいんですけど本当に日々の気づきでしかこう最近発明してないですよ例えばですけどあのこれリズムワイパーっていう発明品です あのこの気づきもすごい個人的というか車のワイパーが曲に合ってないのが超気になるっていう気づきから始まったんですねでまあそれに対しての間が流してる曲のリズムに同期するワイパー作ってみたらどうだろうかみたいなこと考えてみたりとかあとはその僕花粉症なんですけど薬飲むのよく忘れるんですよ、まあ、そうするとその日地獄なんですけど。 あの習慣化って結構難しいですよねなんかそう思った時にどういうやり方があるんだろうなと思った時に日めくりカレンダーってあるじゃないですか日めくりカレンダーに薬がついてたりとか日めくりカレンダーに薬が染み込んでたりとかしたらいいんじゃないかみたいなことを考えましたなんか最近食べられる紙っていうものがあるらしいっていうのを知っててそれをに例えばあの薬とかを染み込ませたらどうだろうかみたいなことを考えてみたりとかあとこれ皆さんもしかしたらおそらく経験あるんじゃないかなと思うんですけど お茶浸したるとこう「あれティーパックどうしよう?」っていうことって結構あると思うんですよ。このの日はその体験があったんでしょうね。あの気づきのところに「ティーパックって何かこうもうちょっとなんとかならないですかね?」っていう,こう圧倒的に曖昧な気づきっていうのが書いてあるんですよ。でここに対してのアイデアがこう例えばじゃあティーパックなくしてみたらどうなるんだろうかと紙コップの中に茶葉を入れておいてそこにお湯を入れたらお茶になるみたいな紙コップ作ってみたらどうだろうかみたいなことを考えて。 結構あの皆さんあの見てて気づいたと思うんですけどすごくこう個人的な体験だったりとか個人的な経験だったりとか個人的な出来事だったりっていうのを大切にしながら、えー、発明っていうのをずっとやっていますそれには理由があって発見ってこうみんなが知らなかったことを掘り起こすことですよね僕ずっとその発明をずっと続けていて最初の20個ぐらいですかねは結構しっかり リサーチをやってましたこの物事がどんな社会問題にひもづいてるんだろうとかこんな社会問題あるんだとかっていうことをちゃんとリサーチしてそこからじゃあどんなものが作れるだろうかっていうことを、えー、とやってたんですけど途中でちょっと違和感を感じ始めたんですねリサーチってまあその言葉の通りリサーチなんですよ再発見することってリサーチしても実際こう知ってることしか出てこないなっていうふうに思ったんですよ でだから僕が一番大事だなって感じたことって自分が感じた疑問っていう部分をちゃんと自分の言葉で語ってあげることそれが実は一番オリジナルな発見の仕方なんじゃないかなっていうふうに思い始めてとっても個人的な体験をすごく大事にしています自分っていうのが社会の一番小さい単位だなって思って物事を探してみると 意外とオリジナルな発見が眠ってるんじゃないかなって思いながら、えー、いろいろなものを作っています、えー、そして個人的な体験から生まれてきたプロダクトっていうのをまた一つ紹介したいなと思うんですけどこれはブレールの家という、えー、プロダクトです、えー、皆さんあの展示ってご存知ですかねご存知の方皆さんいらっしゃいますかあ皆さん割とご存知ですよね逆に言うとこう展示読めるよっていう方っていらっしゃいますかこの中にそうなるとかなり少なくなってきますよね あの展示ってすごくこう難しいなと思われると思うんですけど今僕がこの作ってる文字っていうのはその指で読む展示っていうものと目で読む文字っていうのを重ね合わせて見える人と見えない人が同じ場所で情報を共有できるようなプロダクトっていうのを作っています、えー、こういうプロダクトを作ってるとですね意外とそのなんていうんですかね、うん、福祉のことやってて偉いねとか社会に対して何かいいことやってて偉いねみたいなことを言われるんですけど このプロダクトも実は僕のすごい個人的な発見っていうところから生まれてきたプロダクトだったりしますもともとこのプロダクトを作り始めたきっかけっていうのは僕が仕事で、えー、視覚障害者の方の施設に初めて訪れたことがきっかけでした、えー、展示って僕街中にたくさんあるのは知ってたんですけど実際に読んでるっていう様子を見たのが実はそこが初めてだったんですね であそういうふうに読んでるんですねとかそういう仕組みなんですねみたいな発見がたくさんあってでその中であの一つものすごく心に残っている一言があるんですけどそれが何かというと高橋君も点字、えー、が読めると暗闇でも本が読めるよって言われたんですよああなるほどと思ってこれすっごい僕ワクワクしたんですねそそれなぜかとというと今までその 視覚障害の方専用の文字だと思ってたものが実は文字のアップデートじゃんこれっていうふうに思うようになったんですよ暗闇だと文字読めないよねっていうものを転換するものになるなっていうふうに思ったんですそう思うと展示ってすごい面白いなって思うようになってそこからその日のアイデアがこれなんですけど展示っていうものと自分の距離がちょっと近くなったんですよ暗闇でも読めるねって言われた時にああなんか ちょっと面白いな展示ってって思った時になんかまず読めるようにするにはどうしたらいいかなっていう疑問が湧いて展示の点をまあ線でつないでみたらもしかしたら文字みたいになるんじゃないかみたいなことを考えて作り始めましたえ最初はですね結構失敗が多くてこれプロトタイプなんですけどこれ作った時はえと展示だけじゃなくて浮き出し文字っていうのがあるのご存知ですかこれ画像を見ていただければわかると思うんですけど文字をそののままの 形で浮き出させるっていう浮き出し文字っていうのもあってそれと点字と文字と組み合わせたらめっちゃたくさんの人が読める文字にならないかなみたいなことを考えてやってみたんですけどまあ実際点字使われる人に触ってもらったらうん読めないからやめてっていうふうに言われたりとかあとはなんかいろんな形を検証して読みやすい文字にするにはどうしたらいいかみたいなことをいろいろ検証してみて最終的にこういうところに落ち着いたと。 でここまではですねすごい僕のパーソナルな発見だったんですよ展示って読めないから何かして読めないかしらっていうところからスタートしたんですけど一つのイベントをきっかけにしてあのこれが社会との接点を持ってるってことに気が付きましたこれ「ノールクツアー」っていうイベントなんですけどこの近くにある神戸アイセンターっていう場所があるんですが、えー、そこでイベントをやったときにこの文字をロゴとして使ってもらったんですね でノルクスはとっても面白いイベントでですね見えない世界を楽しみ尽くすっていうコンセプトで一番前に座っている人たち芸人さんなんですけど和芸だけで人を笑わせるってどうやるんだろうっていう実験をやってみたりあとはビートボクサーの人が音だけで世界を表現するってどうやるんだろうとかっていう実験をやってみたりみたいなそういうその見える人と見えない人が見えない世界を楽しみ尽くすっていうイベントだったんです。でそこで僕は えー、この文字を使って「触れるポスター」っていうのを作ってみたりとか「触れる参加賞っていうのを作ってみたりとかしましたでその時にこの方は実際に展示を使われる方なんですけどこの人がこう触れる参加書を触っていてあここにノールックツアーってこう書いてあるイベントの名前が書いてあるねっていう風な話をしてた時に隣から目が見える人がえあ それ展示でできてるんだとかあそういうルールでできてるんだねっていう僕がした発見と同じような発見をそこでしていてそこからコミュニケーションが始まってたっていうのを見ていてもしかしてこれって割とシンプルに見える人と見えない人が同じものを使うだけでそこにコミュニケーションが生まれるんじゃないかっていうことを考え始めました。 でそこがこ,うこのプロジェクトでの一番大きな転換点でそこから今までパーソナルな気づきだったものが、えー、何か社会につながっているということに気づき始めてそれをこうどうやって広げていくかということをここから考えるようになりました、えー、それをですね、まあ、いろんな人にプレゼンテーションをして今は渋谷の区役所さんだったりとかあとはパナソニックセンターっていうこれも東京の施設なんですけどに導入してもらった このプロジェクトをやってこう一番大きな気づきだったのは先ほども申し上げたように自分っていうのは社会の一番小さな単位なんですよねだからこう自分のためっていうことをやった先にちゃんと社会のためがつながってるんだなっていうことの自信っていうのがこのプロジェクトを通じてすごく生まれました展示が読めないっていう自分の気づきから じゃあ見える人と見えない人が同じものを使うと実はそこにコミュニケーションが生まれるよねっていう社会との接点がその先にしっかりつながっているっていうことへの自信がすごくこのプロジェクトを通じてつきました社会を変えるのは君との一歩だみたいなことをよく言いますよね主にきれいごととして言われることが多いと思うんですけど僕実はかなりこれっった表現だなと思ってるんですすごいこうあの正しいことだと思うんですただこれ言葉が実は少し足りないんじゃないかと思っていて 社会を変えたいなと思った時に最初から社会を相手取る必要って実は全くないと思っていて自分がその先に社会がつながっていると思っていれば自分の気づきっていうのが実は一番軽やかな一歩なんじゃないかなっていうふうに思っています僕がですねこの「発明」っていう日課を始めてからすごくこう 日々を暮らすすのがとっっても楽しくなったんですね、えー、日々日常を見ている景色っていうのがすごく新しく見えるようになりました自分の小さな気づきっていうのがもしかしたらその先の社会を変える一歩に社会を変える大発明につながっているかもしれないと思うと世界っていうのは本当に驚きに満ちててすごい面白いアイデアの種発明の種がたくさんあってそんなことが 発見するっていう小さなことでできるっていうのはすごく面白いことだなと思います、えー、皆さんもですね発見っていうのは本当に今日の帰り道からできることだと思うんですよ帰り道にあなんか今まで興味持ったことなかったけどあれって確かに何でこうなってるんだろうみたいなことを少し考えるだけでももしかしたらその先に、えー、大きな社会を変える一歩っていうのがつながっているかもしれません、えー、発明家の高橋でしたありがとうございました拍手